ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がアウディ RS4 アバント、こちらをご紹介させていただきます。藤川さん、はい、アウディちょっと僕来る時も、うん、はい、カメラマンと少し話して、うん、なんか改めてあそうだねと思ったんですけど、はい、なんかちょっと不思議な感じなんですね。っていうのは、うん、ワゴンというか、うん、ワゴンって言っていいのか分からないですけど、うん、はい、ワゴンがメインなんですね。普通の車って、はい、まあ、メルセデスも BM でもそうですけど、はい、なんかセダンがベースでそこから派生してって、はい、ワゴンとか、そういう意味ですか。 BM もその M3、うん、セダンから派生してって M4 とか、うん、はい、で RS4 セダンってないじゃないですか。昔はあったんですか。昔はね、はい、あったよね。ありましたね。そうだね、言われてね、はい、今はもうないっていう、うん、ないですね。そして5人乗りが唯一選べるというかの RS、うんうん、だからもうそれ以外の5人乗れる RS モデル乗りたければもう次のセグメント、うん、E セグメントに行かないと、はい、だからもう なんていうかこう、はい、はっきりしてるというか、はい、狭い感じですね。じゃあね、ですよね、いやいや、そう考えたらなんかメルセデスってもうなんかすごく、そうですね、もう ありとあらゆる言葉っていうか、うん、もうクーペもあるしセダンもあるしワゴンもあるし、確かにカブリオレアもあるし、うんうん、アウディってなんかもう本当にもう全力投球というか、うん、はい、絞り込んでるんですね、はい、なんか改めてちょっと不思議な車だなと思ったんですけど、僕も今言われて不思議だなと思っちゃいました。だから僕も来る途中、あ、確かにそうだなと思って、なるほど、逆に興味がすごく湧いてきた感じです。そうですね。そして最近ちょっと S4 を大宮店で紹介してるんで、うん、はい、ちょっとその違いなんかもちょっと見ていきたいな。なるほど、そんな感じでございます、はいはい、ちょっとじゃあ早速前回りから、はい、行きましょう。これあれなんですかね、なんか説明ちょっと見ちゃったんですけど、うん、はい、アウディ90のイムサ、はい、イムサ、はい、GTO をなんかいろいろオマージュして、はい、なんか至る所こうデザインされているというか、そうですね、はい、で土方さん的にはビッグクワトロでしたっけ、はい、あれにもなんかちょっとつながる、ビッグクワトロもやっぱりこうなんとなくつながるところがあるんじゃないか。そうですね、世代としては。なるほど、なんかこうもやもやっとしたよだからもうなんか本当にレーシングな顔つきというか、そうですね、もうなんか直結した感じですよね、うん、なんかちょっと見てもらって分かるようにヘッドライトもすごく黒く見えるし、真っ黒ですよね、うん、精悍な感じというんですかね、うん、普通この手のヘッドライトってこのチューブのところがだいたいこう白っぽかったりとかメッキっぽかったりとか、はい、そうですよね、全体的にこうシルエットで印象が残る感じですけど、はい、その中も黒なんですね。そうだから東京店のストックリスト、僕ここで写真撮ってるんですけど、ショールームでストックリスト用に撮ってたんですけど、撮っててこう真っ黒の顔になっちゃうからなんかこう いつもと違うから、はい、よくよく見たらヘッドライトが本当に黒に近い、本当に真っ黒ですね。最近のなんか本当 LED がなせる技ですよね。そうですね、はい、本当にそんなヘッドライトがついてて、はい、でグリムなんかはこれ最初から全部グロスブラックなんですね、はい、そうです、これは全部グロスブラックになってますね。このでかいグリルがレーシーな感じ醸しつつ、うん、さらに高級感もすごいですよね、はい、そうですね、すごくいいと思いますね、高級感もありつつ、うん、そしてカーボンパッケージってことでこの辺も全部カーボンになってて、はい、ね、真ん中の下は同じようにグロスブラックなんですね、グロスブラックですね、はい、でバンパーがちょっとこれ、うん、なかなか静止画だと伝わりにくいんですよ、はい、この分がなんかこうちょっと幅広くなってて、ね、はい、すごくレーシーなバンパーになってるんですね。そうです、そうです、なんていうんですか、もう本当エアダクトって感じです、ね、ですよね、うん、普通の車だとこういう RS けど、はい、こういうシルエットになってるというか、そうですね、この分追加されてますよね、はい、なるほど、ここのねクアトロの文字、はい、はい、結構僕ら世代の人たちは、はい、このクアトロっていう文字がでかく入ってるとグッとくるんですよ。なるほど、うん、これちょっと日本のナンバーだとちょっと残念な感じになっちゃう。そうなんですよ、これヨーロッパナンバーでちょっともうちょっと目立たせたいですね、本当はね、本当は、うん、確かにちょっともうナンバーベースでちょっと隠れちゃってますね。そう、下から覗かないとっていう感じなんで、うん、そんな感じしますね、はい、はい、そして横に回っていくと、うん、これフェンダーがもうとにかく特徴的な、はい、もうお手本のようなブリスターフェンダーになってますけども、これたまならないですよね。これすごいですね、このぐらい思い切り出てるっていう。そうです、で土方さんもこの下見でおっしゃってましたけど、これ別にこのプレスラインなくても成立するところを、うん、そうわざわざこのプレスラインで強調して、はい、そして前のこのダクトに、うん、ダクト風ですかこれ。そう、はい、ダクト風かなこれ、ダメですよね、うん、はい、そこにつなげてるっていう。そうなんですよ、
だからもう視覚的にもこうすごくワイドに見せてるっていう、ね、そうですね。いやこれを作るのって多分わざわざ作ってると思うんですよ、メーカーとしては。そこまでする何かがこうあるというか、本来はレースのその太い、そうです、ワイドトレッドのタイホイールをつけるためのこれをもう現代風にアレンジして、そうです。結局ブリスターフェンダーってこう普通のナローフェンダーだったらおかしいですけど、まっすぐのフェンダーにそれをレースモデルにあの作り上げていく段階で、当然なんていうんですか、幅広のタイヤホイール収めるためにここを大きくしているだけなんで、なだからここからこうカッティングラインが入ってるんですよね、はいはいはい、こう後からつけた。それみんなあの何でしたっけ、ランチャーデルタとか、はい、そのさっき言ったようにアウディのイムサのレーシングカー、あとは僕の大好きなビッグクワトロとか、みんなそういう構図ずっと辿っていって作られてる、 こういうシルエットになってる。そうです、そうです、はい、日本車でもね、多少何車種か80年代とかスポーツカーで限定でありましたね。でその流れからするとちょっとタイヤホイールが僕寂しく感じちゃうんですけど、そうなんですよ、なんかこう出面といい、うん、サイズ感っていうかこう、はい、出面っていろんな部分はしょうがないのかもしれないですけどね、はい、ちょっとデザインが、うん、今言うタイミングじゃないかもしれないけどちょっと僕の中ではがっかりポイントですね。あ、そうですね、デザインもうちょっとこうスポーティーな、そうです、はい、ちょっとこのフェンダーに 見合うと言ったらなんですけど、ね、もしかしたら何かのオマージュで僕らが知らないだけかもしれないですけど、はい、なんかちょっとこう違和感をちょっと感じてしまいました、はい、ただあんまり完璧だとうちの仕事がなくなっちゃいますから。そうなんですよ、はい、もうこの辺は言っていただければ、はいはい、いろいろできますので、はい、でブレーキでっかいの入ってますね、はい、入ってます、はい、でこの赤いのがオプションですよね。そうです、はい、うん、カラードキャリパーのあたり、はい、シックスポットのどでかいのが入ってございます、はい、もうザ・もう RS モデルっていう感じの、はいはい、そんな足元によくよく見ると、はい、普通のあのディスクですね。あ、そうですね、はいはい、あのこう花びら型というか、そう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 、はい、ウェブローターっていうんですか、はい、にはなってないですね、これはね、うん、あれって確かなんか表面積を増やしてですよね、うん、高熱効果を高めて、うん、なるほど。で車高もなんかもう純正なのに低いっすね。低いですね。なんかもう本当にタイヤホイール変えるだけでバシッと決まっちゃいそうな、うん、そう、そのぐらい低く構えてます。そうなんですよ。カメラマンさん映るかどうかわかんないですけど、アウディスポーツって入ってますね。あ、入ってるんですか。はい、あ、本当だ。真っ白に入れてくれればいいと思うんですけど。めちゃめちゃ控えめですね。はい、すごく。だからそこがまたアウディらしいですかね。なるほど、はい。そして横に行くとまたカーボンパッケージなところが、そうですね。この辺とかこの辺とか、はい。はい、うん、やっぱりこう車一周カーボンが入ってるとなんかちょっとまとまりあっていいんですよね。そうですね。はい、うん、フロントサイドリアっていう感じ。そう、なんかレーシーだし。まとまりもあるしいいですよね、うん、そして RS モデルってことで窓枠なんかも全部真っ黒に最初からなってると。はい、はい、ただここグリルこの窓枠ってくると僕的にはちょっとここがちょっと寂しく、うん、ちょっとそのごめんなさい僕調べてなかったんですけどカーボンパッケージなのでこれカーボンじゃないですか本来はこの色なのかなちょっと、まあ、RS なんでこれ素地じゃなくて一応こう色入ってるじゃないですか。はいはいはい、はい、そうなんですよ。で今まで の RS とか S モデルに比べてすごく濃いめのグレーになってますけどだからもしかしたらそれなのかなってちょっと。そうなんですかね、はい、後でちょっと調べておきます、はいはい、ちょっとピアノブラックにしたいですよね逆にねここまでグロスなんで、はい、したくなっちゃいます。そんなグレーになってます、うん、そして後ろのフェンダーもすごいですねこれ。ブリブリ笑っちゃいますね。もうブリブリです、はい、これまたフロントよりこうちょっと強調されているというか、はい、このライン、うん、はあ、そして開けてびっくりしたんですけどちょっとこっちじゃあ回ってもらって、はい、こんなに出てるんですねこれドアの差がすごいよ、ね、っていうぐらい。そう この分太くなってるわけですからね。そうですね。でこっち側のボディ側もすごいですね。すごい。なんかそんなにあんまり気にして見てなかったですけど、うん、改めて見るとなんかすごい造形になってます ね、 そうですね、はい、ドアハンドル斜め向きだしね、はい、そうですこうなっちゃってるっていう。はあ、いい感じですよ。そしてここにもダクトが同じようにダミーのものがついてたりとかちゃんとこうランプ類にこうつなげてるんですね。そうですね。ちゃんとデザインはちゃんとされてます。そして後ろは若干なんかやっぱりちょっとスモークっぽくなってるんですか。これなってますね。なってますよね。はい、はい。そして RS4 のエンブレムがついててでこの辺がよく見るとカーボン。あ、そう、この上下がカーボンなんです。カーボンになってます。でここにグロスブラックのパーツというかモールが入ってて、はい、うん、
そしてテールはこう RS モデルらしいちょっとデカめのデカめのね、はいはい、テールがついてると、独特のオーバル系というか、はい、うん、こんなテールになってます、はい、なんかあれですね、後ろのインパクトというか、うん、もうちょっとあるかなと思ったんですけど、そうですね、この辺になんかついてたりとかそんなことはなく、うん、フェンダーで強調してるからいいんですかね、うん、そうですね、はい、でもなんかこうどうせだったら2段スポイラーぐらいにしちゃえばいいのにと思いますけど、うん、もっとアグレッシブでも似合っちゃいそう、いいですよね、はい、こんなブリスターフェンダーにしてるんだから、確かに、はい、そんなエクステリアになっております、うん、じゃあ続いて中を見てみたいと思います。よいしょ、中これめちゃめちゃかっこいいじゃないですか。かっこいいですね。 RS のパッケージが入ってるということで、そうです、はい、至る所にこの赤のアクセントが、はいはい、効いております、うん、でドアから見ていくとこの真ん中がアルカンターラですかね。そうです、これはアルカンターラですね、はい、で赤いステッチが入ってて、はい、カーボンのプレートもプレートというかパネルもついてて、はいはい、高級感もしっかり、はい、レーシーな感じもしっかり、はい、そんなドアになっております、うん、そしてシートこれいいですね。これいいですね。これはいいですね。赤黒かっこいいですね、うん、かっこいいです、はい、で背中には RS のエンボスも入ってて、はい、この六角形、うん、はい、いやかっこいいですよこれ。でシートベルトもこれ赤黒なんですね。そうですね、赤黒っていうところがまたいいですよね。またいいです。真っ赤っかじゃなくて、はいはい、ちょっとおしゃれ度がかなり高い、うん、はい、そしてステアリングなんかはアルカンターラ、アルカンターラ、はい、そして赤ステッチ、赤ステッチですね。これ最近 S4 を見たばっかりなんで、うん、だいぶ違いますね。あ、そうですか、はい、うん、S4 ってもうちょっとなんかこう さりげないというか、うん、はい、もう RS になるともう主張がバーンってこう、そうですね、 RS っていう、はい、S モデルってやっぱり結局その車種のトップグレードですからね、はい、で RS ってのはもう全く別格になってくるんで特別感がすごいです、 です、ね、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。はい、よいしょ。あ、フロアマットもしっかり RS のマットになっています、はい、そして乗って思ったんですけど、はい、これフロアちょっと独特、 S4 こんなんでしたっけ、なんかフロアがなんかちょっと独特だ、こんなんでしたっけ、 なんかこれここが出っ張ってて、うん、あ、形状がね、形状が、はい、これあれじゃないですか、補強だったりそういうことなんですか、はい、四駆のS4 こうなってたっけなと思って、うん、ここが高くて、うん、ここから低くなるんですよね。はい、なりますね。だからこうなってるっていう、うん、ちょっと不思議なフロアですよね。ここに段差があるっていう、はい、はい、そしてステアリングは安定のこんなステアリングです、はい、D シェイプで、うん、で全部アルカンなんですね。そうですね、これ全部アルカンですね。普通ここで区切って、うん、こうステアリングのスポーク部分にはアルカン使ってる車って少ないですけど、うん、はい、なんとびっくり、全部すごいですよね、スポーク部分まで、はい、全部アルカンターラっていう、そうですね、いい感じです、はいはい、そしてバーチャルコックピットが標準で、はいはい、ついてます。これも後でちょっと見てみましょう、うん、そしてダッシュボードのこのパネルはしっかり全部カーボンで、はいはい、でこのセンターのコンソールにつながってると、うん、はい、でナビはこの車が2019年式ですよね、はいはい、この辺はもうバッチリ使える感じの、おお、バッチリですね、ナビがその辺についてます、はい、何の問題もございません。そしてシフトは、シフトもアルカンなんですね。そう、これアルカンです。なるほど、うん、そしてこの辺もしっかりレザーとステッチが使われてて、ね、RS のロゴもついてて、はいはい、なんか何気に見て普通にこう、普通にというか見過ごしちゃいますけど、はい、なんかこうやってシフトのね、あのブーツがついてる車って最近少なくないですか、こういうの。確かに、うん、なんかレバーだけで終わっちゃってるみたいな、はいはい、ここもプラスチックで処理されてたりとかって多いですけど、はい、こんなちっちゃい面積なのにしっかりレザーを使ってる。そうなんですよ、はい、なんかね、だからこれ見ると昔の車って言い方は変ですけど、そういうのオマージュがいろいろこう、あー、なるほど、ちょっとクラシカルな、そうです、そうです、印象をちょっとわざと残してるんじゃないかなと思います。確かにここ別にする必要ないですもんね。全くないですよね。なるほど、わざわざしてるんで、この横なんかも全部アルカンターラで、はい、ね、そしてグローボックスはこれは、ここは、あ、一応ここまでは行く感じです ね、はい、で赤いステッチが入っててこの辺の質感も、はい、ちょっとアウディでこのツルツルめのレザーは割と僕好きです、はいはい、そしてコンソールの中はこんな感じで、うん、USB が2系統と AUX がついてると、はい、ちょっとじゃあ電源系をちょっと見てみたいと思います、はいはい、オンにすると、あ、もう安定のバーチャルコックピットですよ。そうですね、はい、完璧です。録画は開始します。録画は開始しなくていいです、はい、一通りできるんですよね、これ、うん、
ナビにしたりとか、そうです、メーターにしたりとか、はい、こっちか、こっちで、あ、こっちでしょ、これで、はい、こうやって連携してますね、はい、バッチです。そしてこっちのナビも、はい、うん、この辺は他モデル共通の、そうですね、はい、はい、毎回言ってますけど、僕的にはこれを RS4 にして欲しかったっていうねえ残念ポイントです、はいはい、して欲しかったっす、ね、はい、でエアコンはこの3ゾーンのエアコン で、うん、そうですね、シートヒーターもしっかりついてて、はい、はい、こんな感じです、はいはい、これ使いやすいですよね、使いやすいです、はい、でこのね、はい、そう、こうやるが、触らなくても出るやつですね、はい、これが、はい、なんかいいですね、いいですね、はい、でこの辺がモニターのオンと、うん、モニターオンオフ、はい、はい、であれですよね、うんと、アシスタンスパッケージみたいにもついてるので、ついてます、はい、カメラなんかもフル装備と、そうです、はい、でこの辺がナビの操作関係、はい、この辺も安定の、うん、アウディの使いやすい MMI でしたっけ、そうです、はい、ついてございます、はい、あ、この辺なんか全部間接照明ついてるんですね、ついてるんですよ、なんかいいですよね、シガーのこれは、まあ、あるあるですけど、はい、ここが光ったり、ここが光ったり、うん、ここが光ったり、はい、ちょっとおしゃれな感じで、あ、ドアのこれも、そうです、この端も、そう、もう最近でもまあ、いろんな車を採用してますけど、はいはい、なんかこうやりすぎてなくて、なんかこうさりげないですね、そうなんですよ、上手、上手ですよね、確かに、はい、あとここにもちょっとついてきたり、ああなるほど、はい、ね、やりすぎてない感じ、やりすぎてないですね、はい、いい感じですね、いい感じです、はい、こんな感じでしょうか、そして、はい、でピラーはこれ S4 を撮った直後で、はい、ちょっとこういうコメントするとあれなんですけど、うん、びっくりするぐらい細いですね、細くないですか、なんか細く感じるんですけど、感じますね、はい、細くはないと思います、多分 この厚みはあるんですけど、ここのスペースが、うん、普通の車ともうちょっと太かったりとか、こう、はい、こう取ってあったりするじゃないですか、そうですね、だすごくなんか視認性がいいというか、多分そこを意識してるんでしょうね、はい、うん、多分太さは相当あると思いますよ、これ、そうですよね、実際の太さは結構ありますよね、これだけ取ってるから、ね、そう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 、でもドライバーからこの見た時のこの、うん、視界を妨げないというか、はい、ここが細く作ってあるんで、うん、圧迫感もないしね、視認性がいいです、そうですね、そしてミラーは最近のこの枠のないミラー で、うん、フレームで今回の車はドライブレコーダーもついてて、うん、そう、前後でついてます、はい、そしてピラーからつながるこの天井は黒のファブリックで、うん、はいはい、しっかりスポーティーな感じが演出されております、うん、はいはい、そしてオプションのパノラマですか、うん、パノラオールです、はい、もうついてると、はい、いやいいっすね、さすがにこれだけでかいと開くまでに時間かかりますけど確かに、はい、いい感じです、うん、あ、これか、うわー、もうバッチリです、わ、明るいし、もう開放感もあるし、ね、やっぱりついてて嬉しいオプションですよね、うん、この辺は、はい、しっかりついてると、はい、はい、いや本当にでも一番売れてるというか、うん、A4、うん、はい、アウディの C セグメントですか、そうですね、だからもうよくできてますよね、よくできてます、はい、なんかもう、ああ、ここ、こうなっちゃうのかとか、あんまりないですもん、うん、はい、完璧です、はい、あ、そしてなんかこれエアコンってちょっとなんかクラシカルな感じなんですね、吹き出し口とか、そうなんですよ、これ多分こうしてわざとこういうデザインにしてるんでしょうけど、はい、僕の中ではあんまりちょっとこうひじかさん的にはなんかあんまりアウディ好きのひじかさん的には意外とそうでもないかなみたいな、本当っすか、はい、なんかこうなんかもうちょっと違うのを作れなかったのかな、本当っすか、はい、僕的にはアウディ好きのひじかさんだからこれ喜ぶポイントかなと思ったら、いや意外と違うんすね、ここまで全面吹き出し口にしなくてもよかったのになって、僕これも吹き出し口になってんすか、なってんじゃないですか、デザインだけかもしれないですけど、でも繋がるデザイン、そう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 、別にそこまでしなくてもなと思ったんですけど、いや僕的にはなんかすごくかっこいいなと思ったんですよね、あ、そうですか、最近なんかこう特にそうですけど、なんかこう原点回帰じゃないけど昔のデザインをこう、そうですね、取り入れたりとかって多いじゃないですか、はい、してますね、ポルシェの992とかまさにそうで、うん、インテリアなんかちょっとこう昔のポルシェ、うん、オマージュしたようなインテリアになってたりとか、はい、ちょっと それをちょっと意識してんのかなっていう、うん、はい、まあ、この辺はじゃあ好みが、はい、アウディ好きの土方さんをもってしてもちょっと、いやなんか、はい、ここなんかこれちょっと独特ですよ、ね、作って欲しかったですけど、はい、ダミーじゃなくて、はい、はい、そんなインパネになってます、ちょっと寂しいです、いや、いい感じですよ、でも僕的には、うん、はい、うん、ちょっと後ろも気になるんで後ろも乗ってみたいと思います、はい、ちょっとじゃあリアの席を見てみたいと思います、はい、見てみましょう、ドアすごいこの厚さ、はい、で後ろも同様に真ん中がある感で、はい、赤ステッチで、はい、
しっかりバング標準が、はいはい、ついております、うん、ちょっと乗ってみたいと思います、はい、よいしょ。あ、いい感じ、いい感じです。なんかこれ座面ちょっと独特じゃないですか。傾斜がきついです。あ、確かにちょっと傾斜ありますね、はい、そしてこの質感が何ですか、うん、この柔らかいこう表皮のレザーとちょっと柔らかめのクッションでちょっと低反発みたいな、はい、そうですね、はい、ちょっと押すとこう、あ、確かにそんな感じしません、はい、しますします、吸い付くような、はいはい、座り心地のいい、うん、はい、椅子になってます、はいはい、そしてなんかめっちゃ広く感じますね、はい、なんすかね、これ このヘッドレストが小さいからでしょうね。あ、ここすごく広く感じますね、うん、すごくものすごい広いです。もう開けた、さらに開けた時にはもうものすごい開放感が、うん、あ、でも土ちょっと今気がついたんだけど、はい、リアシートでこう普通に座るでしょ、はい、モニター全部ちゃんと見えます。あ、見えますね。こういう風にする必要ないですね。確かに、うん、あ、このちっちゃめのヘッドレストが効いてますね。効いてますね。よかった、普通に見える。こう今日アウディ好きの土方さんが辛口コメント連発でどうしようかと思ったんですけど、そうなんですよ、はい、今日辛口でいこうと思ってたんで、はいはい、ちゃんとこうナイスなポイントも、いいとこもありますね、確かにこれだったらこうしなくていいし、そうですね、はい、なるほど。そしてシートこれ後ろに乗って気がついたんですけど、はい、こう横このプラスチックのプレートになってですね、で、後ろはこの、まあ、ビニールというか、はい、プラスチックですか、これプラスチックですね。ちょっとでも樹脂ですね。でもですか、レザーみたいな、あ、脂肪がある樹脂の、うん、はい、高級感ありますね。なるほど、はい、で、ネットがついてて、うん、はい、で、エアコンが、はいはい、吹き出しがついてて、うん、シートヒーターが、はい、ついてると、うん、で、シガと、はい、なんかそんなに快適装備満載じゃないですけど全然十分ですね、普通にやっぱり乗れちゃいますね。いいですね、はい、そしてアームレストは、うん、はい、はい、なるほど、うん、あ、これアウディどうやるでしょうっけこれ。お、あ、石川さん今ちょっと知ったがしましたね、うん、はい、これこうやって、あ、こういう感じです、ね、こうやってやるだけなんだ。あ、なるほど、うん、はい、こんな感じの、へえ、これちょっともうちょっとこれ深さが、はい、毎回ちょっと何を入れるか謎ですけど、そうですね、はい、しっかりこの辺もついてて、はい、はい、いい感じじゃないでしょうか。いい感じですね、はい、でシートベルト、これリアもしっかり、はいはい、赤の縁取りでかっこいいのがついてますね。ね、なるほど、うん、こんなのがついてて後ろもかっこいいな。後ろもかっこいいですね。そのまま前の変わらずで、はい、そうですよね、はい、ちゃんと作られてるんでいいですね。いい感じです、うん、はい、そして後ろのこのトレイというか、はいはい、この辺もさすが、うん、もうワゴン得意とするアウディだけあって、うん、しっかり、ね、はい、容量的にも、はい、そうデザイン的にもこれだったら後ろもかなり見やすいですよね。見やすいですね、はい、うん、結構そのデザインによってはこうすごく下がっちゃってたりとかありますけど、うん、全然やっぱり使いやすい仕様になってます。はい、はいはい、じゃあトランクを続いて見てみたいと思います。はい、よいしょ。あ、もう安定の安定の、はい、もうほぼ100点ですもん。そうです、はい、しっかり容量も、はい、なんかもうでも見た目以上にしっかり容量取れてますよね。そうですね、はい、あのトランクスペースボディサイズからすると相当広いと思います。ですよね、うん、特に奥行きがそう結構ありますね。はい、で、あの最近の車はみんなそうですけど何か入れるための収納が、はい、一応ネットでネットを下ろしてしまえば別に完全に汚れて使ってもいいですしね。まあ、ちょっとしたことですけどやっぱりここえぐってあるかえぐってないかで結構違いますからね。だいぶ違いますね。特にゴルフでお使いになる方たちには全然違うと思います。でシートも当然倒せますから、倒せばかなりの容量が稼げるんじゃないかなっていう、はい、だからもう走ってよし、うん、人乗ってよし、うん、はい、荷物積んでよし、そうです、はい、100点です、はい、よしよしよしです、はい、そして下は、はい、あ、なるほど、バッテリーと、うん、まあ、少し何か、はいはい、応急的なものを入れようと思えば入るかなっていう、うん、そうですね、はい、そんな感じになっております。これがあれなんですよ。なんすかこれ。ウーハー、あ、サブウーファーがついてる、ね、サブウーファーがついてる。なるほど、はい、あ、で、この辺があれですか、工具が入ってたりとか、うん、そうですね。なるほどなるほど、はい、パンク修理キットがそうです、緩めて、ああ、そこを緩めてそうですね、はい、なるほど、うん、そんなトランクになっております。はい、でも車綺麗ですね。ね、コンディションが良好です。すごくいいです、はいはい、そして当然この辺もしっかりついてますから、はい、はい、閉まりません、はい、あ、
押し損ねすぎですね。びっくりした、はい、こんなトランクです、はいはい、ちょっとじゃあボンネット続いて見てみたいと思います、はい、よいしょ、よいしょ、わあ、2.9 リッター、うん、はいはい、3リッターじゃないんですね。3リッターじゃないんです、はい、2.9 リッターの V6、 はい、はい、450馬力そうです、はい、もう怒涛のパワーで、うん、そうですね、グイグイ感じですね。なんでですかね、アウディって、はい、なんでか理由知らない、わかんないですけど、前もありましたよね、2.7 リッターとか、はい、なんで刻んでくるんですか。切りはいいところに、まあ、でもなんか理由がありそうですね。何かしらの理由でそうなっちゃうんですかね、はいはい、そしてしっかりやっぱり補強なんかも、うん、そしてカバーもかっこいいですね。なんかちょっとザラザラの考えられて、でそうですね、はい、ちゃんと考えられてます。そしてカーボンの、はい、プレートにもなってて、はい、なんかギュッて詰まった感じが。そうですね、はい、え、なんで笑ってんすか。なんで笑ってんのか、はい、笑っちゃったんですけど、はい、これもうちょっとはっきり書いた方がいいんじゃないですかと思って。なんか書いてあるんですか。なんか書いてありますね。本当だ、なんすかこれ。いや、なんか注意事項が書いてあると思うんですけどこれは読めないやつです、ね、そうなんですよ、はい、これ多分なんかマニュアル参照みたいな、これマニュアルのマークがついててみたいな、まあ、そのオイルの。あー、なるほど、はい、なるほど、はい、入れるとき読んでねみたいな。そうです、そうです、はいはい、そしてこれ、ここめっちゃかっこいいですね。ねえ、この脚側。そう、これこの金色に焼けてて、うん、これちょっとカバーしない方がなんかかっこいいですけど、外せますこれ。あ、いや、多分ペコンって入ってるだけ。こんな車両紹介あります。ほら、あ、これちょっとこれも外したいな、はい、これかっこいいっすね。これはかっこいいぞ。あれ、こんなんでしたっけ。こんなんですよ。え、他の RS モデルもこんなにキャタで出っ張ってましたっけ。後ろ出っ張ってないと思いますよ多分。これレイアウトめっちゃかっこいいっすね、うん、グワっていうこのキャタが、うん、ふわって。そうですね、へー、あ、タービンこんなちっちゃいんですねちっちゃいですね。なんか夢中になっちゃいますね、こういうのは。嫌いじゃないんで見ちゃいますよね、はい。もうつい最近 A45 の、 そのレビューしたって言ったじゃないですか、うん、はい、A45 のタービンめちゃめちゃでかいんですよ。あ、でかいんですか、はい。もう意外になんかもうちょっとそのピックアップのいいちっちゃいタービン使ってるかなと思いきや、もう結構でっかい、こんなでっかいのついてて、みたいな。これタービンめっちゃちっちゃいですね。ちっちゃいですね。これ本当に450馬力出るんですかっていうぐらい。今時は楽に出ちゃうんじゃないですか。へえ。これは見ちゃうな、ちょっといろいろ。このキャタのこの近さとこのでかさと、はい、はい、今あれなんですね、はい、最近の車の特徴ですよね。もうキャタがもう どんどん近くなってる。エンジン寄り、エンジン寄りで、結局排ガス規制、あの排ガスきれいにするのにすぐ温めなくちゃなんで。そうか、なんすよね、昔の車って腹下にこうキャタライザーあったっすけど。そう、そんなイメージですよね。フロアの下にこうキャタは結局温まんないと浄化機能が働かないんで、うん、だからどんどん近づいてってるんすよね。なるほど。いや、でもなんかレイアウトもかっこいいし、この辺も、うん、はい、なんかあの AMG の GT とか、うん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 、タービンがね、はいはいはい、バンクの中央に。 AMG の177でしたっけ。そうです。あのエンジンもこの辺にタービンがポンポンってついてて。そうですね、めっちゃかっこいいんですよ。かっこいいですね、いいな、いい感じですよ。いい感じですね、かっこいいです。こういう造形がたまる。これもちゃんと金属使ってるんですね。ね、サクションパイプ、プラスチックじゃなくて、はい、そうですね、タービン近いからね、なんですかね、うん、だと思いますよ。そうですよね、ここタービンだ、これしか取ってないですもんね。そうです、そうです。だプラスチックじゃ多分、うん、樹脂じゃ造形できないから。そうですね、なんか見ますね、さすがこう、これたまんなくないですか、はいはい、なんかこういうの見ちゃうと、はい、例えばツインターボなんで、はい、片側ずつタービンに供給されていくじゃないですか、はい、その時にこの同調取って、長さ取ってるのかなとか、太さに分けて。そうなんです、そうなんですよ。これちゃんと見ると多分、だから当然中ここを開ければパコって2つに分かれてるから、そこからこう空気の流入量を、合わせてる。そう、合わせなくちゃいけないから、どういう風に作ってるのかなってちょっと見たくなっちゃったんですよ今。ちょっとこう見たくなるじゃないですか。へー、うん、そしてこのタービンはどれだろう。ちっちゃいタービンだからこの倍数でいいんですね。だと思いますね。普通もうちょっと大きいタービンだったら1個ずつこう、うん、そう、だから吸気してとかじゃ。そう、A45 を否定するっていう意味じゃなく、こういう小さいタービンでも2つ積みます。ただ、
当然小さいタービンだとあの共用回転というか上の方で苦しくなるじゃないですか。でも最近はそのフリクションロスも良くなっているので、ベアリングとかだから小さいタービンでも積極的に高回転維持できるようにはなってますね。あとはその空気の流れ入ってくるのと出すのと、まあ、そうタービンですよね。当然その比率というんですかね、あの昔風に言うと AR 比というかそういうものをもうこっと計算されて日々変わってて、あと空気のこれは多分ついてるのか僕わからないですけど、車によってはほらフラップついて空気量をそこで調整しながらブースター数も調整しながらみたいなのもあったりとか。え、そうなんですか。そう、メーカーによってはエアクリンの中でとかエアクリンっていうかこのサクションパイプっていうかこのインテーク、あ、そうなんですか、のところで調整して、やったりとか。まあ、当然 NA にもそういうのついてるじゃないですか、はいはいはい、まあ、言ってみれば VTEC みたいなのがあるんですよね。 VTEC は違う、あれカムか、カムです。そう、空気のでもミニでもありましたよ、なんか、うん、エアクリの中に蓋がついてて、あ、そうです、そう、はい、回転数によってパカパカするやつ。そうです、そうです、だから BM なんかもそうですね。あの、あ、でもあれはなんか AR 比を変換するのかな、まあ、難しい話してもしょうがないですけど、ツインパワーターボでしたっけ BM は、はい、っていうのがあったり。なるほど、うん。いやちょっと辛口コメントが多いから土方さん的にちょっとあれかなと思ったんですけど、はい、うん、よかったです。よかったです僕もよかったです、はいはい、なんか、いいですね。いやちょっとこれいろいろ見たくなるエンジン、見たくなりますね、はいはい、じゃあ続いて転倒周り見てみたいと思います。お願いします。あ、やっぱりこうバラバラバラってつくんですね。そしてこれがデイライトですかね。デイライトでそのままローにもなってますね。あ、なるほど。そしてあ、これロービームですか。ロービームは外側が、はい、そしてハイビームで内側の3つが光る感じですね。そしてウインカーはそれぞれこのチューブが消えてオレンジ色に流れるタイプのがついております。あとはミラーの端もこの味ですね。はい、じゃあ続いてトランク側も見てみたいと思います。後ろはちょうどこのチューブのところが、まあ、フロントとちょっと衣装が似た感じで光ります。そして真ん中とハイマウントがバックフォグは右側の真ん中が光ってますね。そしてバックランプは両側トランク側が光ります。ウインカーはそれぞれ流れるタイプが一番上のところについています。続いてじゃあマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。ありがとうございます。じゃあいきましょう。はい、行きましょう。藤川さん、僕乗ってすぐ気づいたんですけどこれ、はい、改めて見たら、うん、これサイドスカートめっちゃ出てますね。そう、乗るとき気をつけないと、これ気をつけないとダメです。かかとでやっつけちゃいますね。そうなんですよ、まっすぐというよりもね外側に膨らんでるんですよ、ぐわってこう。そう、ちょっとこれ、うん、よっぽど気をつけるか、うん、早めにこう横もプロテクション貼った方がいいですね。絶対貼った方がいいです。はい、ちょっと行きましょう。行きましょう。もう助手席乗った感じは、うん、もう100点ですもん。いや、やっぱりこうやっぱり C セグメントの車ってこう、はい、僕らもこう乗り慣れてるし、うん、はい、やっぱり一番売れてるセグメントだから、うん、メーカーも力入れて作ってるじゃないですか。そうですね、本当よくできてますよね、うん、広さもいい感じだし、はい、そして助手席から見ると、うん、結構ダッシュボードってこうなってるんですね。なってます。僕そういう感じて、はい、なんかほらツッチーとさ、はい、インテリアの話したときに、はい、なんかこれ間延びして見えないですか、助手席で見ると。あ、ちょっと運転席から見る感じと違いますね。全然違いますよね。だからね、なんか僕ピンとこなかったんですよ、さっき言われて。確かに、はい、ちょっとこのクラシカルな印象よりかも、うん、ちょっとこの湾曲してる方がちょっと目にいっちゃいますね。そうですね、はい、確かにそうです。そして結構助手席から見ると、うん、傾斜してますね。傾斜してます。このエアコンの、はい、吹き出し表示のね、はい、もうドライバー優先で、はい、はあ、で運転席から見るとそう見えなくないですか。うん、なんかまっすぐに見えます。ですよね、はい、ちょっとなんかうまいことデザインされてます。そうですね。
そしてもうさすがの視認性ですよ、このフロントガラスとかも、はい、間違いないですね、はい、100点ですもん、100点です、はい、はい、間違いないですいやいいな。そして乗った感じは、うん、びっくりするぐらい今モードあれですよね、一応コンフォートにしてます。あ、今コンフォートなんですね、はい、いやもう本当になんか言われないとわからないぐらい、うん、めっちゃ乗り心地がいいですね。まさか RS モデルに乗ってるとは思えない、思えないですね、はい、めっちゃ乗り心地いいですね、本当ですね。いや大体ちょっとこういうなんていうんですか、役付きモデルって、はい、まあ、一応モード切り替えあっても硬、うん、い超硬い、うん、もうガチガチみたいなもう基本で、はい、ベースが硬いから始まっちゃうから、はいはい、ってことですよね、はい、うん、まあ全然 僕なんか全然乗れる感じなんですけど、はい、うん、A45 なんかも結構硬めで、そうですね、はい、まあ、これ普通の人が乗ったら多分硬い、うん、ガチガチ、うん、あ、硬めガチガチみたいな、そんな感じだろうなと思ったんですけど、全然柔らかい、コンフォートめっちゃ柔らかいですね、柔らかいですね。これでも目つぶって乗ったら本当に分からないぐらい、そうですね、 A4 と分からないぐらい違いますね、はい、ちょっとあのダイナミックにしてみましょう、はい、わ、全然さっきの段差も、あ硬くなった、あ、アクセルの突きが全然違う、すげえ軽快ですね、全く違います、すべてが、こんなに違うと楽しい、電制御の足回りとステアリングの介入もなんか多分入ってますよね、うん、入ってる、いやワクワクした今、音も全然聞こえますね、全く違いますね、勝手にブリッピングしてます、すごい、もうなんか走りはめっちゃ軽快ですね、いや軽快ですね、なんだろう、軽やか、軽やかですね、いやだからアウディいいんですよ、これはすごいな、はい、すごいですね、なんか見た目の迫力でもっとこうどっしりしたちょっと走りをするんかなと思いきや、うん、はい、めっちゃ軽快、軽快です、はい、めちゃくちゃいいですね、助手席からもなんかちょっと車が軽そうというか軽く動いてる感じが、これあれですかね、すか、うん、音もやっぱりちょっと、いや、あります、あります、あるんですかね、うん、ありますね、へー、びっくり、なんかね、はい、コンフォートで走り出したじゃないですか、はい、なんとなくアクセルの突きが悪いから、あれこれがっかりがっかりカーなのかなと思ったんですけど、はい、ダイナミックにした途端に豹変ですね、ちゃんとオンオフがいける車ですね、これいけますね、完全に、はい、インディビジュアルオート、うん、へー、あ、でもメインはもうオートと、メインはオート、そうですね、はい、ダイナミック、はい、あ、コンフォートのこの3種類、うん、だからもう極端に言えばコンフォートかダイナミックか、うん、そうですね、はい、あとはそれの自動切り替えと細かく設定するかなんですね、うん、そうです、なんかスノーがあったりレースがあったりとかそういうわけじゃないんですね、うん、違いますね、まあでもトラコンとかついてるからその辺を振ったりすればもっと過激に走ったりとかはできそうな感じですよね、はい、ダイナミックいいっすね、うん、ダイナミックいいですよ、これいい感じです、いい感じですね、そしてあ、ちょっといつもの恒例ちょっとダッシュポイントなんでちょっと、はい、はい、ハンドルとシートがかっこいいっすよ、本当ですか、うん、これなんかね、なんですかこのコブ、すごいいいんですけど、これがなんですかね、そこだけボコッと出てますよね、はい、はい、すごくいいんですよこれが、手指の収まりが、考えてますね、新たなステアリングの形になるんですかね、これ早っ、危ね早っ、今ので一応50キロでやめましたけど、早い、早いっす、危ないです、早いけど、おわあの早っ、どうしても、はい、正直こうアクセル踏んだ感じで言えば、はい、あの排気量が小さいというのは否めないです、あー、なるほど、ターボで回してる感はありますけど、はい、ターボで回し始める時のパワーの出方がすごく面白いです、なるほど、やっぱり音とかでちょっとこう、うん、排気量 2.9 っていうのは感じますね、うん、やっぱり感じますね、はい、ただもう全然それがこう悪い意味じゃなくて、はい、軽やかに、いや、はい、本当あの 2.9 なんですけど低回転であのターボ入るまでがレスポンスすごくいいですし、全然悪い印象じゃないです、うん、もう
そしてこの使い勝手の良さですよ、このパノラマ、ね、でかいし、そう、うん、車の作りはもう本当にいいですね。いいですねよこれ、うん、さっき出かける前にちょっとその車一瞬僕動かしたじゃないですか、はい、もうめちゃ乗りやすいですもん、もうね、乗りやすいですよね、はい、ああもうこれこれと思って、うん、はい、すごいなこれ。特にやっぱりこの辺の C セグメントの車っていろいろ触らせてもらったりとか、はい、まあ、触ったりする機会多いんで、乗ったりする機会多いんで、はい、やっぱりなんか安心というか、はい、使い慣れてるし、そうですね、サイズ感も一番分かりやすいじゃないですか、うん、各社そんなに差がないし、そうですね、はい、はい、いいな、これもオールラウンダーだな、うん、一家に一台いかがですか。一家に一台いいですねこれ本当オールラウンドプレイヤーなんで。いや本当ですよね、はい、旅行行ってもいいし、いいゴルフ行ってもいいし、このサイズだったら買い物行っても困らないし、そうですね、はい、うん、人乗せてもいいし、はい、5人乗れるじゃないですか。そうですね、なんかね、はい、僕の、はい、あ、ダメながっかりポイント、はい、ちょっとあるんですよ、はい、僕のシートポジション、あの自分で運転しやすいと思ってるシートポジションで座ると、はい、助手席のドアミラーの、はい、この下数センチが、はいはいはい、見えない、見えないですね。ここがこういうことになってるんですね。あ、そうです、そうです、確かにもうちょっと高くてもいいですね、はい、もう本当あと1センチ高かったら、もしくは内側のパネルが低かったら、はい、でちょっと今がっかりポイントでした ね、ちょっと僕元ミニメカニックなんで毎回ミニの話を出して恐縮なんですけど、うん、ミニのクロスオーバーもこれなんですよ。そうだ、 R60 も、うん、はあ、なんだこれと思って、はいはいはい、普通にこう、まあ、低めに座るじゃないですか、うん、もうそうすると半分ぐらい見えないんですよ。そうですね、わかる、それアウディのこの RS4 もそんな感じなんですね。ちょっと確かにもうちょっと高くしてほしいですね。もうちょっと、うん、もうちょっと、あ、運転席、ああそういうことか、だからこっちから見てこの状態ってことですもんね。そう、わかります、もうちょっと見たいですね、うん、まあ、その辺はちょっとこのレンズの向きで、そうですね、微調整してもらって、うん、確かにいいな、でもいいですね。そして土方さん、なんとマッサージですよ、はあ、すごいよね、はあ、このセグメントでこれついてるんですよ、うん、高級セダンの、いや本当っすよ ね装備だこれは。ってみたら A4 のこれについてます普通、うん、いいなぁ、もうこれこれこれだってもう買い方が分かんないっすよもう触ってみたのはいいかな、こうかウェーブ、はい、あーでこれか、はいはい、ああいいっすね、完璧です、もう完璧ですか。ああもうでもこうやってベンチレーションでシートヒーターでとかって言うと、はい、あ、ベンチレーションじゃないな、あのシートヒーターでマッサージでとかって言うと、はい、ベンチレーションも欲しくなっちゃいますよね。あ、確かにね、うん、もうキリが、人間の欲望はキリがないんですよ。本当ですよ、はい、そしてこれシートもちゃんとこの座面のこの一番ここが前が伸ばせるタイプ、うん、伸ばせるんです、はい、ちゃんと膝の裏まで当てられて、うん、これ楽なんですよね。楽ですね、はい、あ、快適、快適だもんな。だってこれでリアも後ろの席もシートヒーターついてるじゃないですか、はい、あ、本当に大人4人乗っても全然快適に移動できますよこれ。そうですね、はい、もちろん上には上がありますけど、うん、はい、このセグメントの車でこれだけ快適って、でもなんでなおさらセダンがないんですかね。なんでですかね、まあ、結局は売れないんじゃないですか、はい、そういうことなんですかね、うん、と思いますけどね。このクオリティでセダン作ってほしいな、うん、だってカメラマンも言ってたんですけど、うん、スポーツバッグとかクーペになっちゃうと4人乗りになっちゃうじゃないですか、うん、そうですね、まあ確かに、うん、でリアの居住性はやっぱりちょっとデザイン性優先してるんで、うん、もう多少はこう天井がちょっと低くなっちゃったりとかあるじゃないですか、うん、ありますね、はい、でもそれ以上欲しい人はあの RS6 買ってくださいみたいな、そう、はい、そういうことなんじゃないんですかって言ってたんですけど、うん、まあ、果たしてそうなのか、うん、ワゴンに力を入れた結果こうなったのかちょっと僕らには分かんないですけど、うん、はい、そしてちょうど夕暮れ時、はい、このイルミネーションいい感じですね。いい感じです、うん、
確かに土方さんの言った通り上手ですね。上手ですよね、うん、こうやりすぎてないっていうか。確かに車によってもとにかく光るやつとか、あ、そう、うん、光りそうであれ光らないんかいっていうのとか結構ありますけどす、ね、はいはい、ちょっとうまく、そしてまたこの足元光らないのがいいですよね。いいですね、はい、はい、逆に、うん、いい感じです。いやもうほんと100点だなこれ、車100点だよね、使い勝手100点、うん、早いしこれいいな。まあでもあとは価格ですね。そうですよねまあ納得ですけど、うん、はい、まあそれぐらいするよねっていう価格ですけど、うん、しょうがないって言えばしょうがないのかもしれないですけどね。これだけいろいろついてたらそのぐらいしますよね、うん、確かにね、そうなっちゃいますよね。オーディオも番組標準で、うん、全部ついてますから、いい車だな、うん、マトリックス LED とか僕はあんまりこう長距離乗ったことないんですけど、はい、結構使えます。すごくいいですね。へえ、はい、すごくいいです。バッチリこう避けてくれてってこと。そうですね、最近のヨーロッパ車の、はい、アウディ、はい、ベンツのやっぱ LED のライトはもうめちゃめちゃ賢いです。へえ、はい、ちゃんと対向車とかこう、そこだけ避けてくるんですよ、ね、そこだけ避けます。うん、で反応もいいので、はい、例えば夜中夜暗いところで、はい、まあ地方というか、はい、山あいを走ってると当然街灯もないんで、はい、ピカーンと全開で照らすんですけどね、はい、で対向車が遠くから来て対向車のライトが見えるともう、はい、すぐ下に落ちてくれるし、はい、これはねすごくいいですよ。なるほど、うん、操作することがなくなっちゃいますね。そうですね、はい、ワイパーも自動だし、うん、ライトも自動だし、うん、はい、でもね、マスターもついてるし、はい、でもあれですよ、ヘッドライトが、はい、当然ハイビームとロービームじゃないですか、はい、オーソドックスに考えれば、はいはい、それも、はい、なんていうんですか、車側がハイでもなく、はい、ローでもなく、はい、みたいな感じでやってくれるので、絶妙なところで。そうなんですよ、はい、運転してる側からするとすごい楽ですよ。すごくいいです。ちょっともうだいぶ暗くなってきちゃったんで。暗くなっちゃったね、はい、本当真っ暗になっちゃった。車内の絵が真っ暗になっちゃうんで、はい、もう前向きのカメラでお楽しみくださいって感じですけど、はい、はい、本当そうですね。っていうか、うん、このバーチャルコックピット、うん、これ本領発揮は夜っすね。夜です。これすごい、すごい。いや逆にちょっと見てる方には申し訳ないですけど、うん、ちょっと夜のこの試乗、夜っていうか夕方の試乗、これまた新鮮ですね。そうですね、車の感じ方が、はい、本当です。特にイルミネーション関係なんかこれ車両紹介昼間なんで普段分かんないじゃないですか、うん、確かに。あ、ちゃんとこれスピーカーの下は別の色で光るんですね、これ。そうそう、白いんですよ。へえ、これ信号ないからね、そっち。あ、これ信号ないですか何なんか見えたの、大丈夫。そっか、ちょっと踏んでみる。危ない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 、結構来るでしょ危ない、これは危ないやつ。危ないけど、いやいや、そう、ちょっとこう、なんていうんですか、ちょっと違いますね、うん、安定してるでしょ、はい、ね、ジャガーの危ないって違いますね。そう、なんかジャガーどこまで行っても安定してますね。そうそうそう、もう本当クワトロだよね、はい、どこまで行っても安定してるっていう、はい、さっきのジャガーはほら、こう暴れん坊だったからね。そうっすね、うん、ちょっとどうにかしてこう手なずけてやろうっていう感じがそう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 、はい、確かに。これはちょっと、まあ安全っすね、どこまで行っても。そうだね、はい、確かに。ちょっと AMG みたいな、ちょっと安心安全なハイパワーな感じを感じます。はい。そうですね。はい。AMG もね。AMG もなんか、フォーマチックの車で63とかってもう、なんかもうどこまででも踏んでいけそうな気するじゃないですか。安心だよね。下手くそな僕でも飛ばせますみたいな。そんな感じですね。はい。これバーチャルコックピットいいな。うん。めちゃめちゃ見やすい。めちゃめちゃ見やすいですよ。目疲れない。疲れないですね。長距離乗ってないからわからないけど、はい、でもそんな感じするよね。こうもう視線を移動して、うん、もうすぐなんかこう認識できるというか。そう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 、わかりやすいよね。はい、表示が、はい。さすがアウディ。アウディすごいですね。その辺進んでますね。うん、はい、いやでも運転席でこれハンドル握ったら余計感じますけど、本当に車が軽やか。ね。はい。うん、
まあ、乗り慣れてる感があるでしょ、なんか乗り慣れてる感、安心だよね。どうなんですかね、これフェンダー気をつけた方がいいんですかね。いやでもそんなに、そんなでもないですよね、うん、と思いますよ多分、うん、運転には。はい、わ、軽い車が、うん、ちょっとダイナミックからじゃあコンフォートに戻していいですか。うん、お、全然違う車っすね。そう、全部変わるでしょ。はい、うん、これなんかスポーツ、スポーツプラスってこう中間がないから余計そう感じるんですかね。かもしれないですね。めっちゃ極端に変わりますね、うん、これでも本当に言われなかった A4 アバントっすね。ね、はい、むしろ A4 アバントより乗り心地いいんじゃねえかっていう気がしなくもない。確かに、うん、すごくいい感じです。めっちゃソフト、うん、なんだろうね、不思議な感じです。これ本当にオールラウンダーだな、うん、欲しくなっちゃいました。欲しくなりますね、はい、でもなんか RS モデルってあんまりこう入れてないんですか、日本に。はい、入れてないです。なんでなんですかね、需要と供給のバランスですか。だと思うんですよね。なんかこう発表するじゃないですか、はい、でカタログに載って、はい、その何百台とかがあって売れると、はい、オーダーが止まっちゃうんですよね。でもう一回またそれをやったりとか。でもなんか欲しいけど買えないっていう声の方がよく聞くんですよね。そうですね、実際買えないと思います、うん、結局は。だから需要の方がちょっとある気がする。そうなんですかね。でもなんか本国でもそうらしいですよね。あ、そうなんですか。らしいですよ。へー、結構その日本未導入の RS モデルってあるじゃないですか、うんうん、ありますね、はい、RSQ8 とか、はい、はい、あれもなんか探してもらったら結局車がないって言うんで、はい、あってもなんか来年の春ですみたいな。へえ、なんかあれなんですかね、メーカーの戦略。そうなんですかね、よくわからないですけどね、なんか考えてるのかな、うん、普通だったらほら売れるんだったら作りたくなっちゃうじゃないですか、メーカーとして、はい、それを IT しないっていうなんか理由があるのかな。そうなんですかね、うん、でもどう考えたら確かにアウディ RS モデルってなんかエディション1的なのとかあんまりいないですね。うん、そうですね、うん、エディション1でとにかく、うん、ファーストエディションとかローンチエディションでこっちでいいですか、うん、ローンチエディションでなんかとにかくフルオプションのみんなに乗り回してもらって、うんうん、はい、売り上げにつなげるみたいな。そうですね。あれまだまっすぐでいいですか。いいですよ、ずっとまっすぐ。そういうのがないですよね。確かに、うん、なんかメーカーのこだわりなんですかね。多分そうでしょうね。あれですか、期間限定っていう感覚なんですかね、この期間。あ、でもいやもう買えませんって言われたらそれまでの。確かに期間限定、期間と台数が決まってるってことなのかな。なんかいつもお客さんから確かに言われますよね、買えないなって。だってもう今年の RS4 だっけな、6だっけ、はなんかもう今年初めにもう2020年分の生産枠全部終了ですみたいな、うん、あーみたいな、まだ今年前半なんですけどみたいな。なるほど、はい、でも毎回そうなんですよね。だからオーダー開始してすぐに完売ですみたいになって、はいはい、それは台数何台限定とは別に歌わないんですよね。こっち、うん、そこがちょっと不思議なところですね。なるほど、まあでもだからこそ付加価値も高いっていう、はい、じゃあ車高いけどいい車っすよこれ。いや全然いい車だと思いますよ。めちゃめちゃいい車っすよ、うん、そしてなんかでも最初本当に不思議だなと思ったんですけど、うん、なんとなく分かった気がします。セダン、クーペにこう、うん、注力しないというか、はいはい、もうこのアバンとワゴンに一番力を入れるのは、はいはい、なんかここでこう M3 とか63セダン、クーペとバッティングしてもなんかしょうがないなみたいな。そうですね、はい、もう昔から作ってきたこのワゴンと、うん、そうですね、はい、アバントモデル、ね、アバントモデルと、はい、なんかオールマイティーになんかいろいろボディタイプ作るんだったら一本に絞って、うんうん、はい、このキャラクターでやってった方が確かに、うん、
でも、はい、世界的にどうなのかわかんないですけど、やっぱり日本人の方ってこう RS4 とか、はい、RS6 とか、はい、やっぱりアバントモデルのイメージ強いですからね。強いですよね、うん。まあだからメーカーとしてそういう選択をしていくっていうのは間違ったことではないんでしょうけどね。なるほど。カメラも、ああ、もう完璧じゃないですか。そうです、うん、完璧です。うちのかみさんが乗ってもこれぶつかんないですよ。絶対ないです、はい、こういう感じで、うん、うちのかみさんはちょっと運転苦手なんですよ。あ、そうなんですか、はい、はい。でもう国産の某ちっちゃめの車に乗ってんですけど、はい、それでも電柱と戦ったりしますから、ね、電柱とは勝てないって言ってるのに、はい、ナイスファイト、はいはい、でもそれはちょっとこうカメラ付きじゃない車を、うん、はい、家の車にしてる僕の責任でもあるんですよ、はい、解消ないんだ、はい、ないんですよ。ちょっと360度ビューがついた、うん、はい、これなら大丈夫ですね。そうですよ、はい、安心です。そうですね、ご購入いただけますか。いやでも RS モデルの値段も残るから。そうなんだよね。そうなんですよね、うん、いや最近もうなんでみんなそんな超高額車両乗れるのかなと思ったら、うん、結局その高いモデルって値段も残るからなんですよね、はい、うん、だから払い終わるまで乗りなさいっていうことではないですからね、うん、はあ、うん、まあ、花からそれを当てにして乗るのもまあ、うん、おすすめはできないですけど、僕もお客様にそれはよく言われます、はい、だからそういうことではなくて欲しい車を純粋に買うのが一番いいし、そうです、ね、結果的に値段残ったねっていうのが一番いいし、はい、うん、なんかちょっと中途半端なのかって300万円が本当に数年乗って下取り0円近くなっちゃうんだったら、うんうん、本当に800万円の車買って何年か乗って500万円とかで買い取ってもらった方が、うんうん、その間いい車に乗れますからね。そうです、そうです、はい、そういう考えも当然ありますからね。確かに、はい、うん、やっぱり中古車市場はこう人気で需要と供給のバランスで。そうです、はい、もうゲレンデなんかだって値段全然下がらないですよね。どうなってんすかあれ。どうなってんすかあれ、はい、本当にだって買った値段で売れちゃうみたいな、こう結局タダで乗れましたみたいな。結果的にそうですよね、はい、タイミングが良ければ、はい、うん、不思議ですよ。でも RS モデルも相変わらず人気で全然値段下がらないし、うん、はい、特に今このタイミングコロナ禍なんで、はい、全メーカーの輸入車がなかなか日本に入ってこないっていうのもあるので、うんうん、中古車の高値安定が続いてるっていうのと、で台数も減ってるらしいですね。そうなんです、市場の台数が。そう、はい、結局新車が追いつかないんで、はい、中古車の中で回っちゃってるんですよね、はい、だから新車の下取りでそれが中古車に回ってくるっていう動きがなくなっちゃってるので、いい状態の中古車がどんどん売れてる状況です。もうここ数十年もうこんなに市場に車がないのは、うん、いや、はい、はいはい、初めてだって結構みんな言いますよね、はい、うん、前代未聞です、はい、ただそんな中でもこうやってボンド基準に、はい、うん、合ってるのをどうにかこうにかなんとかかんとか仕入れてますけどね、展示させていただいて、うん、はい、僕なんかこんなポンコツなのにこんないい車を、はい、試乗と称して、はい、毎週ドライブさせてもらって、はい、このポンコツレビューが誰かに届いて買っていただければ、はい、僕は嬉しいです。いやーよかったな。よかったね。よかったです。ちょっと今回の試乗かなり良かったですよ、はい、まあ、もう本当にこの A4 アバント、RS4 アバントの良さを、うん、はい、再確認しました、はいはい、100点です。100点です、はい、ありがとうございます。はい、はい、で毎回土方さんこれ聞いてるんですけど、これいじるとすればちょっとでもあれですかね、スペーサーから、スペーサー、僕的には言っていただきたい。いや、僕的にはデザインがあまり気にならないんで、はい、気に入ったデザインの、はい、BC フォージドでもロティフォームでも、まあ、いろいろもう本当にアウディはいろいろ提案できると思う、はい、そうですね、サイズ合わせでバチッと入れたいですね、はいはい、まあ、そのまま乗ってもよしですけど、はい、藤川さん的には、ね、まあ、変えるともっといいんじゃないかなって、はい、あと今回の車はこれ、あれですね、前回りプロテクションが、プロテクションがもう施工済みということで、うん、はい、はい、うちの商品車多いですね。意外と多いですね、はい、最近でも皆さん高級車スポーツカーとかは
新車の時降ろされた方が貼られるパターンが多いですね。なるほど、うん、まあ、でもこの辺も後から貼ると思うと結構かかるじゃないですか。かかりますね、はいはい、なのでこの辺もかなりお得なポイントじゃないかなと思います。はい、はい、というわけで今回はボンドカーズ東京よりアウディ RS4 アバントをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。